それは何かの像かい？ほら、見せなさい。あら、これは普通の人形ね。どうしてそう言わないの？私に似てる。というか、私ね、大昔にある子供のために作ったものよ。自分の子供かも。そう、私の子供だよ。あの子も自分そっくりの人形を持っていた。まさか巡りに巡ってこれがまた手元に戻るなんて。沼のおかげね。あの子もいつか戻ってくるかもね。馬は常に監視している。ここに来た理由はもちろん、遥か昔から泥の底に沈んだ骨一本一本全ての存在を記憶し把握している。馬の成長に終焉はない。木と契約する愚か者が現れるたびに馬の知恵は増していく。